どうも、さあ皆さんこの動画を見てるということはまあ多少英語に興味があると思うんですね。でこれ聞きたいんですけれど単語って覚えるの好きですかで僕は、まあ、自分で言うのも何なん,なんですけど単語を覚えることが大嫌いなんですよ。大嫌いなんですね。うん。で先日僕はこういうツイートをしました。 最近、アルクの英二郎のプロ会員になったのですが、ベリーグッドと、月330円で安いし、自分の単語帳をオンラインで作れるようになって、しかも音声サンプル、発音サンプルもついてるから、めちゃおすすめですと、パソコンでもスマホでもどちらも同期可能というツイートをしました。これはですね、英二郎という、英二郎というサービスです。 で、多分英語を勉強している方だったら、すでに知っている方も多いと思うんですね。まあ、それぐらい有名なサービスです。で、えーとね、これ何がいいかというとですね、自分の,自分のオンライン単語帳を作れるということなんですね。オンライン上に自分の単語帳を作れるということです。ウェブ上でも見れるし、当然、えー、とスマホでも、えー、見れます。同期されます。ちょっと見てみましょう。 で、これが今、えーログ、ログインしている状態なんですが、えっ、ー、とね、まあ、これがね、僕の単語帳なんですね。例えば、例えば、じゃあ、a ンツ y ANSY ってみましょうか。そうすると、えっ、ー、と、まあ、不安とか心配でじっとしていられない状態であることを a ンツ y っていうらしいんですね。で、しまうと。はい。で、じゃあ、ちょっと新しい単語を登録してみましょう。例えば、これ行きましょうか。これちょっと検索します。 そうすると、出てきましたね。ダーマトロジスト。これは皮膚科という意味らしいですね。ちょっと発音も聞いてみましょうね。うん。うん。そんな感じだと、うん。なるほど、なるほど。で、これを登録したいということで、ここに、ここにね、そのマークあるんですけど、これを、えいってやると、登録されました。見てみましょう。 はい、ここにね、登録されてるよね。はい、こんな感じで。で、発音忘れたら、もう一回、これクリックして、もう一回聞けばいいんですよ。ね。で、これはね、もう一つね、僕好きだなと思ったのが、えっ、ー、とね、このメモ帳機能ですね。これ、flock、flock って言葉があるんですけれど、これは、まあ、flock っていうのは、こっちの動詞で調べたら、これ、集まるとか、群がるっていう意味があるんですね。で、これの例文を覚えたいなと思った時に、これ、 僕はこれ flock to the huge clearance sale あのね、huge clearance sale あの大きなクリアランスセールに人が flock するという感じでそういうふうに覚えたいなと思ってここにノートとして取っておきましたね。だからここのね、例えば、まあ、何でもいいんですけれど今のところもこうやってここにカタカタって書けばメモが残せるということですね。 うん、これはね、すごい僕便利だなと思って、これだったら、ちょっと、あのー、使い続けることができて、多少単語を覚えることが辛くなくなるんじゃないかって、ちょっと期待をしています。うん。で、当然、当然、あの、スマホでも、えー、同じように見れます。で、その次、こういうツイートもしました。トランプ、ね、トランプ大統領が、 明日はフロリダで遊説すると日本のメディアで書かれていたので遊説ってどんな英語なのか知りたくなりトランプさんの元の発言を聞いてみたら英語ですねで聞いてみたら単純に I'm going to be out in Florida working very hard ってそうやってそうやって普通に言ってたんですよでもどういうわけか日本のメディアはめちゃくちゃ簡単にあの簡単じゃなくて逆に難しくして あの、ただ単にワーキングベリーハードって言ってるのに、遊勢するって、遊勢するって書いてあったんですよね。そうすると難しいですよね。まあ、あのトランプさんはそもそもあんまり難しい単語を使わない人なので、あのワーキングベリーハード要するにさ、フロリダで頑張るぜって一生懸命仕事するぜって言ってるわけですよ。まあ、新聞側としてはさ、 あの、明日、フロリダで頑張りますとか、そんな風に書いたらさ、やっぱりダサいから、まあ、ダサいから、まあ、遊説するっていう感じに、まあ、わざわざ書き直したと思うんですよね。はい、そしてその次、こういうツイートをしました。自分が留学生の時、よし、英語のを作りたいから、これからは、AA 時点で調べようって思ったんですよね。それをね、で、使い始めましたと。ところがある日、フェデラル、ね、フェデラルってあるじゃないですか、フェデラルっていう単語の、 その意味を知りたくって、早速、英辞典で調べてみたんですけれど、まあね、さっぱりわかんなかったんですよ。さっぱりわかんなかった。<laughs> 英語で説明してあるんだけど、まあ、さっぱりわかんなかったんですよ。で、仕方がないので、英和辞典で調べてみたんですけれど、そこにね、連邦のって書いてあったんですよ。連邦のって。これもね、まあ、よく聞くけど、よく考えたら連邦のって言われても、意味わかんないなぁと思って。 で、じゃあ、もう連邦ってどういう意味なんだろうと思って、まあ、最終的にね、国語辞典、国語辞典で調べました。<laughs> で、まあ、僕の持論としては、まあ、調べるときは、まあ、英和辞典が一番、こう、手っ取り悪くていいんじゃないかなって思います。で、まあ、これがほとんどの人にとってはいいと思いますね。まあ、でも、英語がすご,すごく好きで、 あの、根性がある人は、まあ、a a 辞典に挑戦してみてもいいのかなって思います。はい、そして最後のツイートなんですけれど、なんかね、ツイッターにですね、ある、あるトピックで、あるトピックで、あの、女子、女子高生がね、なんかこう、留学先ですごい怖い思いをしたという、そういった記事が書いてあったんですね。 で、まあ、それを読んでですねあの、まあ、思ったんですけれど例えばねあのアメリカでホームステイをやってる家庭っていうのはあの留学生からこう入る家賃をちょっと頼,頼りにしちゃっている、まあ、いわゆる、まあ、プチ貧困層だったりするんですよね。 うんあのまあ、僕も留学生の時は、えーまあ、ホームステイしてましたけど、まあ、僕の時は幸い、まあ、しっかりとしたホームステイ、まあ、フィリピンの家族だったんですけれど僕はすごくラッキーだったなと思っていますでもあの周りの同じ留学生の中には なんかやっぱり全然こう、全然こう、ご飯が、あまあ、しょぼいのしか出てこないとか、そういうところはやっぱり話は聞きましたね。うん。で、逆になんですけれど、日本で、日本でその外国から、ね、留学生を受け入れて、ホームステイさせてあげると、そういう家庭はですね、こう全く逆で、結構そういう家庭は、あの、文化的で、しかもね、結構裕福な家庭が多いんですよね。 どっちかっつうとあの経済的に困ってるところはやらないですねどっちかっつったらもう心にゆとりがあるえ家庭がやってらっしゃいますでこれ何でこういうことを言ったかっていうとですねあの僕あのご存知の方もいらっしゃると思うんですけど僕ねあの一番最初の奥さんがえっとアメリカ人だったんですよ で、そのアメリカ人の奥さんね、あの、僕と結婚する前に、一回日本に、まあまあ、ショートステイ、2週間ぐらいね、留学したんですよ。語学留学、2週間ね。で、その2週間の時に、ホームステイをしていたんですね。確かあれは神戸だったと思います。で、やっぱりね、あの、いろいろこう、写真とかを送ってくれたんですけれど、いや、あの、なんか、すごく、ゆとりのある家庭だな、っていうことがすごく伝わりましたね。 あの、お父さん、お母さんと、あと、中学生と高校生とかだったんですけれど、お父さんとかも、こう、すごくなんか、すごく文化的な活動、なんか、剣道の先生とかやってらっしゃって、剣道の先生とかやってらっしゃって、で、あの、お子さんたちもね、すごくこう、英語が少し話せる感じで、すごくなんか、あいいホーム制作だなって、あの、正直思いました。 はい、そんなわけでこのチャンネルでは英語に関するネタを取り扱っています。そしてたまに英語で独人劇もやっていますので、面白そうだなと思ったらぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまた。